さあ始まりました、カメムリチャンネル。私はコスモスでございます。あなた誰ですか？はるちゃんです。はい、声カスカスやん。はい、というわけで今日はね、どこに来ているかと言いますと、今日もですね、ルートルハウスです。ルートル別荘です。ルートル村です。ルートルハウス別荘村です。はい、ルートルハウス別荘村です。ここでね、我々ね、 DIY していきますんで、もういわばダッシュ村ですよ。というわけで、じゃあね、 DIY していきましょう。34歳になりたてなんでね。ああ、いいですね。そんないらないですよ。もうどうでもいい。年齢はどうでもいいのよ。ね。そうやってね、年齢が若いことをマウント取ってるとね、痛い目見ますからね。私はマウント取ってない。はい。というわけで、じゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい。ということで、今日やる DIY ですけど、はい。こちら見てください。はい。こんな感じでね、やってるのはここしかないんですよ。はい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 。カオスが入られへんように、同じ感じでやっていきたいなと思ってます。なるほど、わかりました。けど、2時間ぐらいしかないし、はい、私は不器用なんでできるかどうかわからんけど、はい、やっていきます。っていうふりやね、あなたは多分ね。軍手だけしてね、やるふりだけしといて。やりますよ。ほんますか。やりますよ。はい。ここは次回ちゃんとね、はい、どうなったかっていうの分かりますもんね。うん。はい。え、どういうことですか。え、なんて言いましょう。いや、分かれへん。とりあえず、頑張るぞ。はい、とりあえずね、そば言うても、ここね、同じ木とかがないんで、木を買いに行きたいと思います。なんやね、その近さは。説明してるやろ、今。なんか白い松崎しげるみたいになったから。ね、白い松崎しげるって、白かったら誰かわからんやろ。黒いから松崎しげるって認識できんねん、あの人は。はい、で、ここにね、ワンバイフォー材ね。ワンフォーワン、オールフォーワン。ワンフォーオール、オールフォーワンやん。ボケるんやったら間違うな、それ。いや、ボケてねえよ。ボケてるやろ。ワンバイフォー材ね。はい、はい。今から買いに行きますんで、まあ、それ以外も買いに行きますけどね。うん、うん。じゃあ、今から行きましょう。はい、行ってきまーす。はーい。近いなぁ。木の選別をするおじさんでございます。おじさんちゃう、お兄さん。はい、今頑張って板を軽トラに乗せてます。コメリってタダで貸し出ししてもらいました。やったー。つらいよ。やりますよ、はいはい。次これ。次これ。ちゃちゃちゃ、もうええ、それやったらどいても。もうええわ。ありがとう。教室だけで言わんもん。いいです。はい、できた。できました。えらい。えらいとかじゃないし。お邪魔しまーす。うお、あ、怖い。怖い怖い怖い。怖いらしい。見てください。レア映像です。軽トラを運転する松本弘樹さんです。これ軽トラじゃないよな。これ中型なんや。中トラ？中トラやねんな。さっき行ってもらおう。道がわからないので。武藤さんにさっき行ってもらいます。はい。早よ運べ。遠すぎる、俺。早運べよ。え？運んで。運んでくださいや。ということで、早速防腐剤を塗っていきたいと思います。はい。こちら用意いたしました。さっきね、運んでくれましたね。まあ厳密に言うと運んだふりやけどね、あなたね。じゃあこれやっていきましょうか。怖っ。あぶな。怖っ。めっちゃ怖い。場所割り、ここでやらんほうがいい、絶対。はい、というわけでね、このビッシャーやりました。はい、早く塗っていきましょう。はい、塗ります。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。薄く伸ばしてくださいね。薄く。はい、自分の体に飛ばさんように、あなた白着てるでしょ。なんでその服着てきたんやろね、あなたね、ほんとね。まあまあ、確かにね、あなたするふりだけですからね。カメラ止めた瞬間、そこから俺らがやるもんね。いやいや、やりますよ、うん、やりますよ。はい、ほな、やっていきましょうか。ほな、やっていくわよ。いいですね、こういうね。はい、最後のね、塗り終えたとこから入ってきてですね。で、やってる感を出して、おさん、カメラ回してくださいっていうことで、今やってね。でね、こっちにもあるんですよ。次は。これが 1x4 剤ですかね。これも塗っていきます。暗くて分かりにくいかもしれませんけど、塗れました。で、乾かしていきますんでね。え、なんか漏れてますよ。めっちゃ漏れてる。あ、そうな。記念かも。あ、ありがとうね。ある種カラカラみたいに言うならね、かもって。あ、珍しくちゃんとやってますね。やってるでしょ、うん、ね。ねって言われても。チョコレートみたいに。美味しそう。全部ね、例えがね、あのね、食べ物なんですよね。デブなんですよね。例えがね、ほんと。はい。まいりますわ。うぅ。じゃあ、ここ、締めていきます。よいしょ。うわ。すごい。はい、こんだけできました。27本。ほら、頑張りの証です。はい、なんか私やってないキャラみたいになってるけど、やってるから。うん、まあまあ乾いてる部分と乾いてない部分はありますけれども、すごいいい色になってきているんじゃないでしょうか。で、今日はちょっとね、時間がなくてここまでなんですけども、私がネイルあるんで、時間が、はい、カスです。一旦お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、いやいやいや、ちょっと今日すいません、お姉さん、はい、すいません、今日ちょっと時間なくて。
私のネイルが。おだちゃんもちょっとごめんね、ちょっと時間なくて、あんまりちょっと。ああ、そうやね、バイバイってやってくれてるわ。じゃん。ごめんね。可愛いな、あんたらな。可愛いで。可愛いね。すごいですね、あなたね。時間とかあんま関係ないですもんね。あんま気にしない。だから遅刻するんやわ、多分あんた。すいません。ほんま。本当に申し訳ございません。円やちょうだいな。あ、もうほんなほんな、それほんまにほんなよ。めちゃくちゃ古い感じするわ、それ。今、ポケットからキュンです。歌ってるやつぐらい寒いって多分。あ、まだ行くやん。まだ行ってるわ。行く申し込み見せといて、まだ行くやん。あ、眠たいって。ほんまに急がんやん。そぼっと。よいしょ。というわけでカワウソちゃんと遊んでみた動画でした。いや違う違う、カワウソ村を作ろう企画や。楽しかったです。お手伝いできること言いましたら、あの引き続き DM などお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。どんな感じに出来上がるんでしょうね。あと出来上がりはいつになるんでしょうかね。ほんまにね、今日だって、防腐剤塗っただけやろ。あとドアつけたみたいな。あー確かにドアつけましたね。そうそうそう、ちょっと集中しすぎてあんまり撮れてなかったかもしれない。え、そう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 、あれ DIY 撮るのは難しいね。カメラマンいるよね。そうですね、ガチで撮るってなったら無理ですもん、うん、ガチ DIY やん今回って。でも私も DIY 動画撮ったことあるんですけどね。いやあれ DIY ちゃうんです。あんなもん組み立てやから、ただの。俺ほんまにマジでカワウソちゃん大好きやし、うん、それに会いたいっていうのもあんねんけど、うん、プラスアルファでこのカワウソ村ね、ちょっとほんまに楽しい。ルートルパパマンもね、おもろいしね。ルートルパパマンはおもろい、うん、最近ちょっとおもろい。最近ちょっとね、めっちゃ仲良しになってる気がします。うん、で私はネイルに向かいます。はい、なんで今日という風にネイル入れてるか意味わからへんけど、すいません、ほんまに知らないよね、この子は。うん、知らない。呆れられてる。知ってる今。さすがにネイルしないと。そうですね。いや違う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 、もうネイルも大事だと思うよ。やりたいの分かるし、女性はね、そういうのね、あの自分のためにやってるわけですよね、ネイルってね。もちろん、人に見せるためにやってるネイルじゃないらしいですね、あれね。だってなんか落ち込む時あったら、ネイルネイルを見てねっていうところですよね。かわいい、うん、みたいな感じですもん、うん、そういうの大事って言いますから。まあそこは何とも言えませんけれども、タイミングありますからね、あなたね。どんだけ喋んねん、ほんで喋らせ、もうええわ、喋らせ。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いやいや、何してるんやこれ。見つかってもうた。ああ、いてててて、ほんまに噛んだ、噛んで。